メディアを再生する予告編オペラは踊るは1935年に制作公開されたアメリカ合衆国の映画である。日本語訳によってはオペラの夜というタイトルで DVD が発売されたことがある。マルクス兄弟のメトロゴールドウィン・メイヤー専属第一作であり、サムウッドが監督、キティカ・ー・ライルとアラン・ジョーンズが共演した。前作 我が輩若者であるの失敗からパラマウント社の契約を解除されたマルクス兄弟であったが、チコマルクスが MGM 社の敏腕ンンプロデューサー、アービング・タルバーグとブリッジの遊び仲間であったことから、タルバーグの商品で MGM に入社。総売上げの15%をギャラとする破格の条件を手に入れた兄弟は、満を持たして本作に取り掛かった。なお、この時点で、 ゼッポマルクスがグループから脱退。以降、彼らは3人のユニットで活動する。従来のマルクス兄弟に見られるアナーキーな面は影を潜めたが楽しい音楽に笑いを加えた、わかりやすさにタルバーグの物心両面の援助や制作の前に175回にわたる舞台巡業をしてギャグシークエンスをふるいにかけるなどの丁寧な映画作りなどが功を奏して、 マルクス兄弟最大のヒット作となった。特に戦室に数え切れない人間が入り込むシーンは、バスター・キートンのアイデアによるもので、そのナンセンスさからダリなどシュルレアリスムの芸術家から、高く評価された。1993年、アメリカ国立フィルム登録簿に登録されている。イタリアのミラノで大富豪の未亡人を垂らし込んで、オペラのアメリカ巡業の資金を手に入れた。 詐欺師のドリフトウッド。一座を率いて、行きようようとアメリカ行きの船に乗り込んだが、そこには無名歌手の一癖ありそうなマネージャーと助手が入り込んでいて、大騒動になる。一座は、ようようにしてアメリカに到着し、イルトロバトーレの公演の初日を迎える。ありがとうございます。